はい、皆さんこんにちは、佐賀家でございます。2時を回りましたですね。2時10分でございました。7月は27日の水曜日ですね。はい。ね、お昼にビール系飲料を 6% をね、4回いただきましてですね、まだ来てませんけど、もうすぐ眠たくなるんですね。眠たくなったら寝ようという感じでございまして、千代田区30度で、この部屋は25度でして、今さっき冷房を消しました。ですんで、まあまあ悪くないんですよ、本当に。この後寝るときに冷房をかけっぱなしにするか消すかというね、悩むんですよ。1時間ぐらい寝ますからね。起きる頃になると暑くなってるんですね、冷房を切ると。でもかけっぱなしで寝るとね、なんかこう嫌なんですよね。起きたときに、ああ冷房効いてると思うのが嫌なんです。はい、ちょっともうすごい悩みですけどね、まあ、寝る前に考えます。さて、ちょっと待って、その前にあれいきましょう。日経平均いきましょうね。プラス80円になりました。はい、ドル円は 137.00、137に乗せたのはいいんですけど、なんかそこで止まってますね。今日27でしょ、日本時間明日の未明にですね、 FOMC の利上げが発表されると思います。今 136.96 になりましたね。1% なのか 0.75% なのか、別にまあどっちでも今となっては良くなってきましたね。ドルボンでございまして 1314.28 と、このあたりでうやうやしておりますね。今悪くないですよ。頑張っているんですけども、どうでしょうね。これ以上生かさへんでという頑張り方ですね。これ普通にきはもう1340ぐらい行っててもいいと僕は思うんですけども、なかなかねそこをですねせき止めてますね。あんまり頑張らん方がいいと思いますけど。そのウォンの国でございます。シンシアリーさんのブログにですね、ユン・ソンニョル大統領、また処理水放流には周辺国の同意が必要だ、点々、文政権と同じ主張というタイトルの記事が出ましてですね、ちょっと読みますとこんな感じですね。ユン・ソンニョル大統領は福島処理水の海洋放流について、周辺国の同意を得るべきだと話しました。もちろん何かの条約などで同意を得るべしと定められているわけではありません。国内的にも国外的にも言動が一致しない、言動が一貫しないユン大統領ですが、実はこの処理水だけは候補だった頃から、これ大統領選挙の候補だった頃ですね、強く対応すると公言してきました。文政権の政策をそのまま受け継いでいるのはこの件だけだとも言われています。以下引用などにおいて汚染水は処理水に変えてあります。向こうは一貫した汚染水と言ってるんですけど、日本は処理水という表現をしています。で、その処理水ね、まあええわ、まあ、もうちょっと言いましょうか。大統領候補だった時に、関連市民団体に放流決定に関する、放流決定に対する反対立場を明らかにしたとなっています。まあええわ。あのね、これ、もう安倍さんの時からそうでしたね。で、安倍さんが、確かあれ、バリ島やったかな、マレーシアやったかな。で G20 でですね、ムン・ジェインにこう言われたんですね、これをね、ちょっとと言われて、廊下にある待合室みたいなところに引っ張り込まれて写真撮られた時があるんですけど、この時安倍さんが説明したそうなんですね。あんたらギャイギャイ言うてるけども、あんたたちの原発で流しているよりもはるかに薄いんですよと、その放射能の濃度がと、そういう話をムン・ジェインにしたんですけど、ムン・ジェインは分かってなかったということですね。福島第一原発で溜まってます汚染水をですね、処理した上に放流するということが、2年ぐらい前、もっと前かな、に決定して、今年始まるんちゃいますか。でそれに、ギャー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 言うてる国が世界で一つだけありまして、それが韓国なんですね。しかもあれ太平洋側に流すんですよ。
全く関係なくてですね、アメリカもですね、国際原子力委員会も OK って言ってるわけですね。ただ一国だけギャーギャーギャー言ってるわけですね。でこれ科学的根拠が全くなくてですね、そんなんやったら自分たちがね、日本海流してるあれどうしてくれんねんっていう話ですね。もっと濃いのをいっぱい流してるんですよ。しかし、それね、ちょっと調べたらすぐ分かる話なんですね。そのちょっと調べるということを知っていないのか、それか調べたし分かってるけども文句だけは言うてるのか、その辺がよう分からんわけですね。それかその調べたけども向こうの官僚が正しい数値を上げていないのかと、まあどれかなんですけども、どれにしたところでアウトでしょで彼らは汚染水と言ってますけど、あれがもし福島第一から流すのが汚染水やったら、もうその向こうで流してるのは何て言うたらいいねって、もうお浄水みたいな、もう言いようがないわけですね。まあ何でもかんでもね、あらゆることを日本でやることを文句つけようっていうのが、あれですね、愉快の隣さんのスタンスなんですけども、これなんかもう典型的なあれですね、イチャモン。ただのイチャモンでしかないわけですけど、前のね文在寅政権って、これはもう明らかにアホな政権だというふうに見なされてたんで、そのアホなことを言うても、まああいつまた言うてんでという流し方が日本でできていたんですけど、新しいユン・ソンニョルさんはちょっとはマシやろという見方があったわけですね。保守系やし、でもこれまた同じこと言うてきたという、同じこと言いそうだと、まだ言うてきたわけではないですね、でも言いそうな感じがしてきた。同じことまだ言うんやったら、またあのレベルやんと、ムン・ジェインと同じレベルだというふうに日本は見なさなければいけないわけであって、ご就任なさって5月の10日ですね、もう2月以上経つんですけども、今までの感じからするとですね、そんなに変わらないですね、ムン・ジェインさんの時と、ほとんど変わらないと言っていいし、現実認識もむちゃくちゃ甘いですし、でこの前外務大臣が日本来ましたけど、手ぶらで来て手ぶらで帰るっていう、実に南進来たんっていう状態になってるわけですね。だから何ら期待できないんちゃうのかなという気がしますね、ユン・ソンニョルさん。でムン・ジェインさんはね、まだそれでも就任直後は8割ぐらいの支持率があったんですけど、ユン・ソンニョルさんもう今3割台に落ちてるわけですね。これでもって、どうでしょう、もう何と言いますかね、末期症状が出てきてですね、だから支持率を下げるような政策は一切できなくなっています、今現状も。で日本とのいろんな懸案ありますけども、一番喫緊のは徴用工と彼らが言ってるですね、単なるその時代の労働者について出された、なんとも珍味な珍、なんともこうおかしな判決ですね、がをどうするかというのでうにゃうにゃ言うてるんですけども、何ら提案はないし一歩も動く気配はない。これが現金化されると日本はいろんな対策をするそうですけども、どうするんでしょう。そこまでいったらまたですよ、両国関係はパリンとなって、別にいいんだよ日本にとっては。日本が対応策を取って向こうがキャーキャー騒いでですね、国交断絶とかしてくれるとものすごいありがたい話なんですけど日本にとってね、でもそれくらいこうやらな収まらんようになるんちゃうんかなと。もう今度はね見えてますからね、そのレールの向こうに何があるのかっていうのが、だからノーノージャパンのあの3年前のあの大騒ぎ、あれに輪をかけたような大騒ぎをしていただけるんではないかと、その挙句にですね、国交断絶やーとかって言うてくれると、これ願ったりかのたりこんなええことないやんということで、ああもう全部引き上げようっていうことになるわけですよ。それが一番日本にとって望ましいゴールですけども、そこまで行くかどうか分かりませんけども、今後あのユン・ソンニョルさんの今までのやり方を見てるとですね、何もしないと、何もしないし、なんか都合のいいことばっかし言うてるという、まるでムン・ジェイン政権の路線そのままやんという感じですからですね、もしかしたらその望ましいゴールに向かってですね、着々と我々は歩んでるのかもしれへんなという気がしてきてですね、ものすごく期待が持てますね。
ですんで、まあ、この、ね、汚染水なんかもうしょうもない問題です、はっきり言って、どうでもいい問題だって、まあ、日本はそれのまま放流するでしょうし、それまたギャー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 言ったところで、誰にも相手されないわけですね、お隣さんが。まあ、そんなんはいいんですけど、もうあの路線が、ね、見えてきた限りにおいてです、ね、これからは大いに期待できるんではないかなと、このレール通り走ってもらえればなと、いわゆるです、ね、差し押さえ資産の現金化と。いうことが行われればですね、日本が対応策を講じて、それに対して向こうは猛反発をしてですね、こじれに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 こじれてですね、最後は国交断絶や、お前らなんか突き打たらへんとこう来てほしいですね、ぜひとも。そこに期待をしておりますという話です。新試合さんの貼りませんので探してくださいね。ユン・ソンニョル大統領、また処理水放流には、周辺国の同意が必要だ点々、文政権と同じ主張という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。